谷からゴール前甲斐をめがけました。そのボール魚里が拾う。魚里クロスを上げる、ヘディングのシュート、アウカ西山のシュート、逆転、西山が決めた、西山が決めた。後半の43分、ガイナーレ鳥取が逆転に成功。気持ちを見せましたガイナーレ鳥取。このプレーです。魚里からのクロス、一旦この相手ディフェンダーがクリアしようと